現在5連勝中でセリーグの首位となっているジャイアンツ。明日からは東京ドームで横浜、阪神との6連戦になります。オールスターが終わり後半戦に入ってからはどこの球団もシーズン終了まで6連戦が続く日程となり、先発投手を6名以上用意できるかが今後の優勝争いの鍵となっていきそうです。昨シーズンを振り返ってみても、8月以降は今シーズン同様6連戦が続く日程が組まれていて、上位4球団が優勝決定までに起用した先発投手はご覧の通りどこも8名以上になっています。そこで今回の動画では現在のセリーグ上位4球団が後半戦からの連戦に向けて先発投手を何名用意できそうか確認していきたいと思います。このチャンネルはジャイアンツを応援するジャイアンツファンの方に向けたジャイアンツを応援するチャンネルです。毎試合終了後30分以内にその日の試合の振り返り動画を投稿しています。さらにほぼ毎日視聴者の皆様とジャイアンツについて語り合うジャイアンツ雑談ライブも行っています。チャンネル登録・高評価もお願いいたします。まずはジャイアンツの先発投手の成績を見ていきます。そのピッチャー個人の能力を測るときは三振を取れること、フォアボールを出さないこと、ホームランを打たれないことの3つが重要になってくると思うので、対戦打者における奪三振の数を示す指標 K% と対戦打者におけるフォアボールの数を示す指標 BB%、 基本塁打の数の今シーズンの成績を中心に先発ピッチャーが揃っているか見ていきたいと思います。今シーズンのセリーグの先発投手の平均の K% は 17.1、 BB% は 6.3 となっているので参考にしてみていってください。ジャイアンツは今は週5試合が続いている日程にも助けられていますが、ローテを回っている5投手はかなり安定していると言えます。戸郷選手は12球団ワーストになっている基本塁打の数だけは気になりますが、K% と BB% ともに平均以上の数字を残し、平均投球イニングも 6.8 イニングとエースの投球を続けてくれています。グリフィン選手は抜群の指標を残し、特に1軍復帰してからの5試合では36イニングで45個の三振を奪い、与えたフォアボールはわずかに3つと圧巻の投球を続けてくれています。菅野選手はここ3試合続けて6回を投げきれず、腰痛でローテを飛ばすこともありましたが、今後の連戦に向けては中6日で投げ続けることには少し不安があります。菅野選手にコンディションよく投げてもらうためにも、この後に紹介する6番手や7番手の選手が1軍で結果を残してもらうことが重要となりそうです。山崎伊織選手は成績の見栄えは良いですが、昨シーズンと比較すると三振が取れなく、フォアボールも多くなっており、指標的には大きく悪化させています。それでも9試合連続でクオリティスタート達成中となんとか踏ん張っており、今後さらに状態を上げていってくれることを期待したいです。井上選手はローテに入ってから4試合に登板していますが、24イニングで21個の三振を奪い、フォアボールも4つのみとかなり安定しています。K% も BB% も平均以上の数字を残し、今後もローテ投手として期待できる投手です。ジャイアンツの課題となりそうなのが、この5名に次ぐ6番手以降の投手で、明日からの6連戦では赤星選手の起用が濃厚となっています。今シーズンの赤星選手は43イニングを投げてフォアボールがわずかに4つと BB% はかなり優秀ではありますが、三振を取れなくなっているのが気になるところです。昨シーズンは K% 22.8 という数字を残していますが、今シーズンは 10% 以上三振を奪う割合が低くなっています。それでも赤星選手は昨シーズン8月以降に素晴らしい活躍をしてくれたので、今シーズンもこれから先発として活躍してくれることを期待しておきたいです。横川選手は2軍成績になりますが、 K%、BB%ともに優秀な数字を残しています。ここ最近の2軍での登板でもそこそこ安定した投球を続けているので、後半戦に先発としての出番もありそうです。メンデス選手は2軍でローテを回り続けており、 K% は優秀な数字を残していますが、とにかくフォアボールとデッドボールが多く、1軍で先発させるには少し不安がある状態が続いています。
外国人枠の関係もあり、一軍での出番は限定されそうですが、K パーセントは高いので少し期待しておきたいです。ここに名前を挙げている以外にも、堀田選手や高橋嶺選手、又木選手なども控えていますが、現状ではどの選手もいまいちだと言わざるを得ません。一軍で投げさせられる先発投手の数は少なく、菅野選手のコンディションも考えると、先発の枚数に不安があるので、これから新たにアピールする選手にも出てきてもらいたいです。続いて広島の先発投手を見ていきます。広島の先発防御率は12球団でトップの数字となっていますが、指標を見ると決して良いとは言えません。ジャイアンツ同様に野手の守備力の高さで失点を抑えているチームとなっています。ここまで防御率0点台と抜群の成績を残している大瀬良選手、同じく防御率は1点台の床田選手ですが、この2選手は K パーセントも BB パーセントもリーグ平均より悪く、ここまでの成績はかなりの上振れだということができます。この上振れがシーズン終了まで続く可能性もありますが、普通に考えればそろそろ揺り戻しが来て防御率が上がっていくことになると思われます。先発の枚数で見ると揃ってはいて、2軍には優秀な成績を残す森選手とハッチ選手も控えています。広島の場合はここまでは全体的にかなり上振れている先発投手たちがどこまでこの強運を保てるかが重要となりそうです。続いて横浜の先発陣を見ていきます。横浜はまずここまで負けなしの8連勝、指標的にも優秀な東選手がいて、ジャクソン、K という2名の新外国人選手も高い K パーセントを誇っています。ジャクソン選手の BB パーセントは高くなっていますが、6月以降に限ると 6.4 とフォアボールも減ってきています。この3選手に前回登板で完封勝利を収め、ここまで3試合の登板ですが、かなり優秀な指標になっている平良選手も含めた4枚が今後も横浜のローテの中心になりそうです。5番手以降はやや力は落ちますが、ここに名前を挙げている4名以外にも、現在は故障中ですが石田健太選手や、ファームでは若手の森下選手や吉野選手が好成績を残しており、先発の枚数に困るということはなさそうです。最後に阪神の先発投手を見ていきます。阪神はまず才木選手、村上選手の2枚看板がかなり強力です。12球団ワーストの指標になっている守備陣をバックにしながら、この成績を残しているのは本当に力のある先発投手だとこの2選手に関しては言えます。甲子園球場をホームにしてホームランを打たれにくいという利点もありますが、西勇輝、大竹、伊藤の3選手はフォアボールが少なく、ビーズリー選手は三振が多く取れていて、この6枚の先発投手はかなり強力です。さらにファームには2021年以来の復活を目指す高橋遥人選手が控えています。すでに2軍でローテを回っており、ここまで8試合の登板で24イニングを投げ、26個の三振を奪い、与えたフォアボールは4つとかなり安定しています。まだ6イニング以上を投げていなく調整段階にあるかもしれませんが、今シーズン終盤には1軍復帰しそうなので、阪神の先発投手は上位4球団の中でも少し抜けているように感じます。セリーグ上位4球団の先発投手を並べて見てみると、ジャイアンツも5番手までの投手の力で言えば他球団に負けていないと感じます。6連戦で5枚の先発投手がしっかりしていれば、大型連敗の可能性は低くなるので、やはり菅野選手のコンディションと山崎伊織選手が昨シーズン水準の投球に戻すことが大事になっていきそうです。赤星選手などの6番手以降の投手の台頭にも期待したいですし、それがあればジャイアンツが有利に戦っていけると思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。